どうもみなさん、こんにちは。しょです。はい。今回はね、こちらのベーグルやっていきたいと思います。ベーグル皆さん好きですよね。はい。こういう、まあ、しっかりと綺麗で、しかも中身が詰まってもちりむっちりっていうですね、まあ、基本的なベーグル、これの作り方をちょっと、まあ、自分のオリジナル配合っていうところも含めて、作り方は基本を踏襲して解説していく動画となってます。 おります。はい。というところですので、まあ、ベーグルね、まだ作ったことないという方もですね、えー、いつも作ってますよって方も、まあ、おさらいも含めて見ていただければと思いますので、ぜひご視聴してくださいということです。はい。ではでは、えー、一緒に動画を見ていきましょう。んばんと。 今回こちらですね。まあ、レシピはですね、実は米粉を使ったりとか薄力を使ったりとかしているんですけれども、そんなにまあ難しいことはないかなと思います。お酢をね、ちょっとだけ入れて、えー、柔らかさっていうのを出しております。はい。まあ難しい材料は入っておりませんので、スーパーで手に入る範囲でご用意できますというところですね。はい。 で、作り方はやっぱりベーグル非常にシンプルですので、まあ、こねて一時発酵して、分割して成形って言うんですね。で、最初は箱茹でて焼くっていうところで、発酵をとにかくですね、しないという特殊な、えー、パンとなっております。はい発酵をね、いつもだったらしっかりしましょう、しっかりしましょうっていうんですけれど、ベーグルの場合だと、ま、逆ですね。全くの逆です。むしろ発酵させちゃ いけないよっていうところでね、膨らませちゃダメというところで、はい。ドライイーストもね、0.4%ってちょっと少なめにしているんですね。これもわざとというところです。で、お水も少なめにすることによって、火通りがね、非常に悪くなるんですけど、お水も少ないので、まあ、えー、むっちりちゃんと中熱通った状態で焼き上がるよーっていうところで、えー、そういう調整がいろいろしてある。実はベーグルっていろいろ考え抜かれた、えー、食べ物なんですね、というところで、はい。まあ、前置きは置いといてですね、まあ、これ、骨のところですね。こ、え、ね、ー、なくちゃいけないのかよ。 ちょっとめんどくさいなと思うかもしんないんですけど、まあこれ、自分の場合だとこれ5分だけこねました。うん。やっぱり水が少なくてね、硬いので、非常にあの、こねるときに力がかかりやすいので、え、こねも、まあ簡単に済みます、企画的に。ですので、まあ、うどんの腰を出すのと一緒ですね。はい。まあ、もちもちしっかりと、もちっとしたいという方はですね、ぜひこのこねの具でも挟んであげてくださいっていうか、まあ、一緒の状態にするためには、まあ、このこねの状態も一緒にしなくちゃいけないので、こねてくださいっていう話なんですけどね。はい。 という感じで。まあ、自分の場合は5分でしたけど、まあ、うん、慣れてない方だと10分とか15分とかかってしまうかもしれませんが、まあ、基本的にはこの後、グルテン膜の状態を見ていただきますけど、それを同じにしていただければ大丈夫というところです。はい。これね、まあ一応5分ノーカットで、えー、これましたよというところで、まあ自分がちょっと邪魔になってるな。今これ何倍速だっけ、えー、?4 倍速中だったっけ、はい、?4 倍速中で流せております。はい。 まあ、だいたい1分弱ぐらいこれが続くんですけれども、まあ、これ動画後から見直しといてもらえばですね、まあ、だんだんだんと記事がつながっていく様子っていうのが見れるんじゃないかなと思いますので、あとゆっくり見てみてくださいというところですね。はい。あ、やっぱりね、だん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 とちょっとずつちょっとずつですね、生地が滑らかになっていってるのがわかりますね。ちょっとずつちぎれにくくなってきます。ですので、あ、ちぎれる、うん、ちぎれにくくなってきたなと。 伸ばすに近いようになってきたなと思ったら、ちょっとグルテン膜のチェックをしてあげてみてください。そうするとですね、まあ、水分が少ないので、やっぱりどうやったってですね、まあ、綺麗にピローンとは伸びないんですが、ですがね、えー、まあ、とはいえですね、最初のボソボソの状態と比べると膜が張るようにはなってきていると。まあ、若干厚めにやっぱりブチブチっとちぎれてしまうんですけど、ここはね狙い通りですので問題ないというところです。はい。 でまあ、生地のの上げはね、いつも目標26度ぐらいと一緒、えー、設定をしております。はい。まあ、自分29度にちょっと上がっちゃったんですけどね、季節がね、そろそろ暖かくなってきちゃった、えー、来ておりますんでね。あ、この位置だとこういう時間が見えねえはい。まあ、時間30分ですね。はい。ちょっと時間に自分かぶっちゃうんですけど、これ。まあ、いいか。えー、30分ですね。30分。すごい短い1です。1A8 個。 30分だけ、ね、発酵させますけれども、これね、なんていうか、いつもの発酵と若干意味合いが違って、えー、いつもは生地をしっかりと発酵させて、柔らかくしてやる、膨らみやすくしてやるっていうのを目的にしてるんですけど、今回はもう本当にただ、緩めるっていうのが目的です。はい、緩めるのが目的で発酵しておりますので、もうベンチタイムと一緒ですね。うん、その30分だと思ってください。で、この時に発酵しすぎないようにイーストっていうのも少なくしております。はい で、今から分割していきますけど、今回は分割のところをしっかり残しております。うん、なんでしっかり残すのかっていうとですね、これ、この後すぐ整形に入っていくからですね。うん。この後すぐ整形入っていくんですよ。いつもだったら分割丸め、ベンチタイム整形って丁寧にしていくわけなんですけども、今回はとにかく、とにかく発酵させたくない。とにかく発酵させたくないならどうするのかっていうところで、はい。 このまま整形しちゃいますね。っていうところです。はい。ベンチタイムを挟むと、ベンチタイム分発行しちゃいますからね。っていうところなので、じゃあ、 これ気をつけなくちゃいけないところが増えてくるというところで、はい。きれいに分割をしておかないと、ぐちゃぐちゃにね、整形してしまうといつもよりですね、はい、きれいにしておかないと、整形の時に困ったことになっちゃうなということですよね。うん。まあ、ブチブチの状態で、A、分割を終えちゃったらですね、もちろんあの途中でブチってちぎれちゃうような整形になってしまいますので、なるべくですね、はい、四角の状態で A きれいな正方形になるようにですね、この時、A、分割していってくれると、この後の整形も楽ですよというところです。はい。 でまあそのためにはどうしたらいいのかというと、最初の方ちょっとやってましたけど、まず生地の、はい、量を測りましょうですね。はいまずちゃんと生地の量を測りましょう。何グラムになったかなというところです。はい、まあ、これ、こねる人によってね、実は手についた分を洗っちゃったりとかすると減ったりとかするので、何グラムになったかっていうのは毎回変わると思います。はい、で、えー、分量を測りましたら、じゃあそれを6等分するんだったら6等分、8等分するんだったら八等分で割りましょう。そうすると大体の分量出てきます。はい で、えー、まあしっかりですね、広げてやって、で、えー、6等分とかで割った数字、えー、覚えていればですね、こう、大体等分に <laughs> するのであればですね、はい、近い数字になるはずです。すると余計なね、はい、微調整する必要がなくなりますので、そういうところから気を使ってあげてくださいということです。ででで。で、もう成形していっちゃうんですけど、はい、先ほど言った通りですね。 もう、えー、いつも通り分割丸めみたいなことはしませんので、えー、こ,のこの時に、はい、見てるり四角になってないとこういう四角の折っていくような成形する時に、まあ、形が変になっちゃいますのでそこを気をつけましょうという話ですね。はい、で成形に関しては普通の棒状成形ですので、まあ、そんな難しいことはありませんね。半分半分で折りましたらもう一回、えー、真ん中折りまして針を強めてやったらもう一回閉じて 終わりということです。はい。長さ的には15センチを目標にしていきますので、この伸ばした時に大体まあ10センチ弱ぐらい伸びていればいいでしょう。はい。半分に折って、半分に折って、えー、両側の針を同じにしたら、えー、ちょっと針を詰めるためにもう一回半分折りますよと。で、えー、針が強まったところを芯にして、えー、閉じていきますよという感じですね。はい。なんか音が入りましたね。はい。気にやっていきたいと思います。はい。ででで。で えー、棒状の整形ができましたら、今度は、えー、リング状にしていきます。ので、はい、もう一個ですね。もう一個ありましたね。はい。<laughs> もう一個。はい。もう一個見ていきましょう。別カー度でですね。はい。 まあこんな感じで。あ、あと空気が入らないようにするっても重要ですよね。この時に空洞部分っていうのが中に入ってしまいますと、まあ要は隙間が空いてしまうとってことですよね。その隙間がそのまま焼き上がった時空洞になってしまいますので、あなんか大きい穴開いちゃったな、みたいな感じになっちゃいます。ですので、まあ、ちょっと詰めて詰めて詰めて隙間が開かないように折っていくっていうのも、まあポイントの一つですね。はい。 で、ここからすぐリング状にしていきます。発酵しないうちにね、どんどんやっていきたいと思います。はい、まあ、ここら辺はよく本とかで言われていることと全く一緒なので、そこまで特殊な説明はないんですけれども、はいまあ、2cm ぐらいのところをとにかく広げると。はい で、それでえ、そのまま閉じていくって、もうほんとこれだけなんですけど、ここで綺麗にできるかどうかもう棒状が綺麗にできてるかどうか、あの、分割のところが綺麗にできてるかどうかが、もうそのまま反映されてしまいますので、なんていうか、ここでやり方を、うーん、いろいろ、なん、うって工夫するんではなくて、棒状を綺麗にする、分割を綺麗にするっていうところを見てやらなくちゃダメということですね。ここでやることは、ま、あせいぜいあの、この2センチのところ綺麗に薄く伸ばしてやるっていうことぐらいですので、で、で,で、で、で。 で、もっと気をつけなくちゃいけないな閉じ目ですね、閉じ目。うん。う細かいとこですけどね、ほんと、えー。細かいとこなんですけど、閉じ目がちゃんと同じ位置に来るようにしなくちゃいけないということですね。こう、最後、裏から見たときに、一個ぐるっと円で閉じ目が見えるようにしておかなくちゃいけない。このように、上に閉じ目がね、一切見えないような状態にしておかないと、まあ、閉じ目が上に来ると当たり前ですけど、閉じ目が上からパカッと開いていきますので、そこを気をつけてあげましょう。っていうところです。はい。 ということで、れで最初発酵ですね。まあ、こちらも30分発酵させていきます。はい。まあ、これも30分一緒ですね。発酵させたくない。<laughs> なんで膨らませたくないのかっていうと、とにかくだから、むっちりさせるためには膨らませちゃダメなんですよっていうね、まあ、考えてみるに当たり前の話ですよね。空気がたくさん入れば入るほど膨らんでいきますからね、うん。という感じで、最初発酵もまあ 30, 30分だけね、えー、膨らませすぎないように発酵させていきますというところです。 あまりに膨らませなさすぎると今度はこの茹でるときとかに弾けてきちゃったり焼いてるときもねしますので最低限ですね最低限膨らませてやるという感じですはいでこちらお湯ですね お湯はね、これ3%モルトエキス溶かしております。まあ、蜂蜜とかでもいいんですけど、要はこれ、あの、反応しやすい糖を、えー、表面につけたいというところが目的ですので、お砂糖じゃあちょっとっていうところで、モルトエキス、あるいは蜂、ま、蜜、あ、でもいいでしょう。3%ぐらいお湯に溶かして、えー、茹でておりますと。はい。で、茹での温度。これが非常に重要です。90度。 90度以上にならないように、85度から90度ぐらいを保つように、温度計で逐一ね、チェックしながら、まあ、片方1分ずつですね、茹でていきます。まあ、あんまりね、片方1分っていうところの、この時間はそんなに重要じゃなくて、どっちかっていうと、自分はこの温度管理こ方、温度管理ですね。うん、とにかく温度管理。あの、あ10秒過ぎちゃった、どうしようとか、そういうのはどうでもいいです。<laughs> どうでもいいです、そういうのは。そういうのはどうでもよくて、温度、とにかく。 温度が90度行き過ぎちゃったりとか、あるいは80度以下だったりとか、そういうのだと茹での意味がなくなってきちゃいますので、90度以上行って96度とか、そういう温度でおお茹でていってしまうと、今度はあの澱粉が水に溶け出してしまったりとか、えー、表面のシワの原因とかになってしまいますので、温度ですね。とにかく温度代わりに自分が言いたいのは、<laughs> とにかく温度。 まあ90度ぐらい、90度前後ですね。まあ、90度以上にならない方がいいかな。90度前後ぐらいをこう保ちながら火力調整しつつ、まあ、1分ぐらいですからね。1、2分ぐらいですね。ちゃんとお湯の温度をちょっと調整しながら、火加減をしながら、えー、茹でてあってくださいというところです、はいあ。あとちょっと言い忘れましたけど、あの入れるときですね、うんあの。閉じ目を上にして最初茹でるっていうのを、一個きれいにあげるポイントでありますね。 表面の方先に茹でてください。そうすると表面の方からぷくっと膨らんで綺麗に焼きの時に針が出てくれますので、ツヤが出てくれますので、ということですね。はい。で、これをだいたい210度から、まあ、上によっては220度ぐらいで焼いていきます。で、火通りが悪いので、ちょっと通常のパンより長く焼いた方がいいでしょう。で、自分はね、これ18分結局焼いたのかな ?17、8分ぐらい。50g ぐらいですけど、ちょっと長めに焼く必要があると思います。配合的にもね、えー、結構、 まあハード系より、そう、まあ、セミハードぐらいの配合ですので、えー、本来だったら色がつきにくい配合になっておりますが、先ほど、まあ、モルトエキス、えー、入れた湯で茹でておりますので、まあ、若干色もつきやすくなってるというところあるでしょう。というところまあ加味して、今回は、まあ、自分は220度で18分に焼いたというところですね。まあ、そうするとまあかなり火通り良かったので、えー、温度的には、温度、時間的にはね、時間的には18分、17、分ぐらいでちょうど良いのではないでしょうか。これ十5 0ムですけどね。はい。 ででまあ、中身どうなってるのか、食感どうなってるのかっていうのは、こちらから想像していただければと思います。はい、はい、はい。まあ、中身詰まっておりますね。まあ、自分でもなかなか、うん、詰まっとる。いい詰まった、えー、ベグルだというところでね。はい。<laughs> まだ特殊なこところなんですけどね。はい。まあ、ベグルはやっぱ詰まってなんぼなんでね。で、その、詰まって、ムチっとしてるけど、ちゃんと火が通ってる。ここがポイントですよね、やっぱりね。うん で、えー、かといってね、えー、じゃあ、こ、この、なんていうか、普通の強力粉とかで簡単にペバって作って美味しくできるかっていうと、そこが今これ引きちぎってますけど、ここですね、ここに問題が出てくると。普通に詰め、強力粉とかで詰まった状態にすると、こ,この時めっちゃ硬くなっちゃうんですね。うん。そのために配合を工夫しているって感じです。はい。配合を、まあお米粉を入れたりとか、箱入れ込を入れたりとか、割ったりとか、あるいはお酢入れたりとかでちょっと工夫して詰まってるし、えー はぎ、えー、れも良いと、まあ、噛みちぎりやすいという状態にしておりますので、はいまあ、こういうところを気をつけていただければ、こんな感じで、ちょっとツヤも綺麗にできて、ム、えー、ち、もちっとね、し、え、た、ー、食感のベーグルになりますよと、その上で、えー、カタッとはなってないよと、か噛みちぎれねーみたいな感じはならないよという感じのベーグルでございましたということです。はい。以上です。はい。以上、紹介動画でございました。はい ま、このチャンネルはね、こんな感じで、ま、ベグルの作り方みたいな感じのことも紹介しておりますし、ま、そもそもの根本的なパンの理論の話とかね、ちょっと難しい話もしたりとかしております。はい。ま、ですんでね、ちょっとパンの勉強、ちょっとまだ、まあまあちょっとガチでやってみたいなとかね <laughs>、ガチのまでは言わないけど、まぁちょっと上手くなりたいなとかね、はい、基礎的なところがね、綺麗だったりとか美味しくなったりしたいなという方は、ま、このチャンネルご利用いただければですね、皆さんのお役に立てるのではないかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録後、高評価いただければ嬉しいですということで、 で、この動画終わりにしたいと思いますけれども、まあ、ちょっとメンバーシップ用にですね、まぁ、あ、自分今ちょっとやっております動画この後ですね、さらに詳しい内容をですね、ちょっとあのマニアック内容、うん、<laughs> このまま話し続けたら多分、うん、面白そうだなぐらいで聞いた人があの、話に逃げ出すぐらいの内容の話をちょっとしようかなと思っているので、まあそういうのに興味あるという方はあー、メンバーシップの方も入ってくれると、まあ、限定の動画で出しておりますよというところですということです。以上です。はい。ではでは、えー、ご視聴ありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。皆さん、良いパン作りを。バイバイ。